課題も多い東京オリンピック・パラリンピックですが、今日公式スポンサーに2つの大手警備会社が新たに加わりました。スポンサーはこれで21社となり、支援額は当面の目標としていた1500億円をすでに上回っているということです。大会の警備を万全に行い、すべてのアスリート、大会関係者、観客、周辺の地域社会に対してそれぞれが実感できる安全安心を提供することで大会の成功に貢献してまいります。新たに東京オリンピックの公式スポンサーになったのは大手警備会社の2社です。今後、競技場や選手村周辺での警備や空港、港などでのセキュリティ対策などで大会をサポートします。発表会見に出席した組織委員会の森会長は、安全安心は大会運営に最も重要な課題で、オールジャパンで取り組んでいきたいと意気込みを語りました。東京大会の公式スポンサーは今回の2社を含めてこれで21社で、公式スポンサーの中のゴールドパートナーはエンブレムなどを広告に使用できます。オリンピックをめぐっては、新国立競技場建設費問題やエンブレム問題など不祥事が相次いでいますが、今年1月から始まったスポンサー契約によるスポンサー料金は、早くも当面の目標の1500億円を上回っています。エンブレムなどの問題はございましたけれども、それによってそのオリンピックの価値が損なわれるということではないと思いますので、そこのところは影響はないのかなと考えています。おそらく、すでにそういった手を挙げられていて、その中で交渉されている企業というのは、水面下であるのではないかとは思います。専門家は、オリンピックのスポンサーになることで企業としての価値が上がり、大々的に PR できるため、今後もスポンサーはさらに増えると指摘しています。